あ、どっから来る、どっから来る。さあ、今日ばかりは最低黒田とは言わせません。最高黒田をこの金村金太郎とのシングルマッチで満点下に示していただきたい。そんな期待を胸に今いつものように南側ゲートから入場してきた黒田哲博。あ、やはり表情がね、表情が違う。ちょっといつものチーム黒田、まあ悪い言い方をしますとチーム黒田軍団を引き連れてくるときはですね、もっとこうエヘラエヘラ感があるんですけれども、はいはい、今日はやはり、まあ、もちろん一人での入場ですから全くそういった気の抜いた部分というのはこの少なくても表情からは全く見受けられません。いつもね、ああいう雰囲気でやってるだけに今日すごく見えますね。さあ、ヘビースモーカーという紹介にちょっと表情が緩みました。ああ、敬礼ということですけれども今のはね。さあ、セコンドには新宿ザメとアーバン剣がついてますけれども、おそらくこの2人はこの試合では一切手を出さないと。あの金村選手の方にも、向井君ついてますけど、これはそういうんじゃないでしょうね。そうでしょうね、はい、いや入ってきたのだって永久追放ですよ、さあ金村金太郎ところで黒田哲博、男と男、プロレスラー、プロとプロの真剣勝負ぶつかり合いをとくとご覧いただきたいと思います。さあ金村、おっといきなりこちら側に、おお、スライディング、強烈なスライディングであります。さあ早くも場外ですか、早くも場外ですか。冬木コミッショナーの見守るこの放送席をちょっとすり抜けて南側の椅子の山へと黒田哲博を投げ捨てていきました。これはだから金村選手にしてみたら、はい、ハードコアという自分のね、はい、いつものスタイルじゃないわけですよね今日は。でも自らのスタイルにこれ持っていこうというような現れでしょうかね。そうなんですけど、はい、これ黒田選手は黒田選手でいつものチーム黒田で、ここのところ人気集めてきてましたけど、はい、それを捨てての今日試合ってことでしょ。まあやっぱりやるときはできるんだよっていうところをね、今日の冒頭でも言ってましたけれどもね、そのプロレスリングっていうその、基本的なところに来て、はい、どちらが勝つ、これはお互い負けられないでしょう。 いつも違った土壌で試合してるだけに、プロレスラーとして本当に試される試合かもしれません。これはまたハードコア、あそこの通路は黒田の土壌かなと思いましたけれども、やはり金村がもう自らのハードコアのハードコアワールドにしてしまいましたね今の試合、今の技一つでね。さあちょっと黒田の動きが止まりました。今日気合入ってる金村ね、この表情。そうですか、さあ、おお、うわ、だってコミッショナーは金村選手もよく知ってるし黒田選手もよく知ってるし、もちろん。いやー、さあ黒田が伸びている間に金村がここにセットするということはおそらくね、これご存知の方は金村がこの後、しかし黒田がこういうのこういう場所で食らうのはこれ初めてじゃないですか。何をしようとしているか大体分かっているでしょう。さあ、うわー、登っているぞ登っているぞ。さあ階段、通路越え、通路越え、ハードコアプラック、ちょっと距離出過ぎましたか、大丈夫か、軽点越えですねえ。いやー、さすが金村金太郎、そしてもう何事もなかったかのように立ち上がっている金村。一方黒田が流血してますね、黒田ね。ああ、鮮血が今黒田の顔を滴り落ちています。頭がこれ額じゃなくて頭の上ですね、頭かもしれませんね。はは、早くも流血であります。黒田、何で来てもらう、うわー、うわー、これひどい、頭なのこれ、すごいですねこれは。大丈夫ですかね。しかもね、先ほどのハードコアプランチャーでですね、うー、あーあ
もうこれ腰もおそらくやられてますんで、あーかなりのビハインドを背負ってしまいました。チームクラウドのメンバーにしてみたら助けに行きたいところなんだろうけど、今日はね、うわーこれは絶対入ってくるなっていうことですからね。これでも黒田と金村のシングルマッチ自体が相当これ久しぶりのような気もするんですけれども、この後楽園ホールでは特に ね、今みたいなポジションにお互いになってからはないですよね、ないですよね。あの本当に注目の一騎打ちということで、まあそのあたりの期待に、うわー、さあ机を使ったのは黒田であります。いや、やっぱりね、黒田がかなりの流血をしておりますので、ここはこのままずるずる行きかねないといった戦況だったんですが、さすが黒田です。まあただ黒田もね、はい、あのコミッショナーの、はい、あのいろんなあの卑怯なじゃない、あの、あ、狡猾なじゃない、卑怯なコミッショナーの、はい、あの卑怯な、違いますよ、コミッショナーの、はい、いろんな攻めでほら、うん、苦しんだ過去がありますから、はい、あのこれぐらいはまだ大丈夫でしょう。何が言いたいんですか。だから、いや、まだまだこれぐらいの流血では黒田は、あ、流血の話をしてるんですね、うん、はい、だってコミッショナー相手に相当やってますから、はい、あ、コミッショナー相手に、うん、ですよね、はい。さあ今ちょっと一瞬チラリと、あれ、ちょっと金村もどうやら流血しましたか。あ、してますかね、してますね。さあ金村も流血、両者壮絶な流血、これはうまい、これはうまい、ああ、なんとなんと気がついたら鉄柱攻撃のポジショニングになっていました。このあたりは頭脳プレー。さあ黒田としてはやはり、あの金村もこれ会場人気すごいですから、お客さんをね、これまあ今本当自分は二分されてるって感じですか、うん、お客さんをまずね、こう自分の方につけるっていうのはまたこれね、一つの黒田流のやり方かもしれませんけれども、さあエルボーを食らわしておいて、割りますよ、おお、ハードコア宣言、ハードコア宣言、黒田、黒田にしては珍しい、ああ、まだローテンいった、うわうわ、机にまた、ああ、ほら頭の形で割れてる、ちょっとちょっと、ああ、これ大丈夫ですかね。これは脳天から流血してる黒田ですからね、これ、うわー、すごい血だ。冬木さん大丈夫ですかね。大丈夫なわけないじゃないですか、これ。いいや、黒田だから。あれ、冬木さん、引き目なしって言ってたのに。いや、え、うわ、大丈夫だよ、黒田は。あ、だい、黒田だから大丈夫という。だからコミッショナー、今まで何遍も攻めてきたからですよね。うーわー、このくらい大丈夫だろう。いや、でも脳天からのこれ。あ、ちょっとひどすぎるよ。ひどいですよ、血。一応レフレチェックしてるよな。すごい流血ですよ、これ。あれ、これは尋常ではない血が、これはちょっと、うーわー、これ血のシャワーを浴びているかのようになっています。うわー、脳天が完全に割られてしまいました。これはちょっと黒田の、これうわー、それでもまだ、うわ、ちょっとちょっとまずいんじゃないか、ちょっとこれはコミッショナー大丈夫ですか。この血は、うわー、あー、なんという、コミッショナー大丈夫ですか。ちょっとね、これしかもね、まあ、黒田だからな、うわー、これ血が流れてますよ、リングのキャンバスに。これ逆さに、よし、逆さに吊るしたらね、うわ、返した、まあ、返したことはまだ大丈夫ってことですかね、これは壮絶な流血、脳天から血が滴り落ちます。こんなんちょっと見たことないですね。うわー、ちょっとあまりの壮絶さに私も、これは黒では動きが止まってしまったんじゃないですか、もう、いやー、おー、黒田かわす、うわー、なんと黒田まだ生きて動いてるのが信じられない。あー、嘘、あー、うわ、うわー、やめて、うわー、すごい血、うわー、ラリアット、うわー、すごい血、すごい暴流血を、しかし、うわー、さらに、うわー、ラリアット、おー、なんと黒田すごい、黒田はなんという、ちょっとあの、こういうの見て感動するっていうのも悪いんだけど、これもう涙が出てくるね、すごい、
黒田すごい。どこからその力が出てきているのか。これほどの血を流しながらここまでのファイトができる男は黒田しかいないのか。これ大丈夫できよら。うわーすごい、すごすぎる。もうちょっとでもうわー、試合はねこれ見たいんですけども、ちょっと正直 ね、やめてほしいという気持ちもあって、見てる人間というのは残酷ですよ。これ見て感動してるんだから。いやもうこれ以上叩かなくていいという、ね、いやこれはちょっと、しかしこ、ま、でもコミッショナーが止めないんだから、この大丈夫でしょう。大丈夫なんでしょうかね。本当にもしかしたらコミッショナー止めるでしょう。いやでもうわ信じられません、うん、まだレフリーが何も言ってこないから俺のところな。いやなるほど、俺こういうの分かってたからレフリー言ってこないから信じられません。あー、当たるたびに血が滴ります。これでレフリーも何も言えねえやな。うわこれはすごい。これはコミッショナー最低でこれはストップっていうのもあるじゃないですか。ああこれはね、コミッショナー大丈夫ですか。まだ、いやこれちょっと流血をチェックした方がいいのかもしれません。うわすごい血だ。うわこれはこれはすごい血です。なんとこの大流血から、あやっぱりね朦朧としてるでしょう。恐らくあれだけ顔面、あれだけね脳天から流血していたらね、これ意識はおそらく遠のいてますよ。ちょっと待った、ちょっと待った。え、なになに、あれ、え、誰、マスクの相撲かな。いや、マスク、いや中村さんはここに。何言ってんすか、中村さん。あれ、え、なになに、あこれは、あ今の技は、あ、ガンノスケという声が、あしかしそのガンノスケに対して黒田もラリアット。あ今やっと佐々木が出てきて、あ今冬木コミッショナーのところに、なんとこのガンノスケを、いやガンノスケかどうかは、まあまあまあ、分かんないですけどね。マスクド相撲、うわーラリアット一発、うわーガンマスクド、あースリー、うわー決まらない、ガントツー。今の言ったなん、すごい試合にな、すごい試合だ。てっちゃんバスター、血のシャワーを浴びたこの男、あーローザンライト、これはやーっとガウントツ。いやこれ黒だ、これは意識は大丈夫なんですか。いや普通ね、大丈夫なんだわ、大丈夫なんですか。金村、すごい、やっぱりプロレスラーというのはどこまでも過酷なスポーツ。今日のシングルはこういうことになるかもしれないとは思いましたけども、いやー、バックヤマスペシャル。ここまで戦わなければいけないのかプロレスラー。うわー黒田大丈夫でしょうか。しかし金村も相当、いやーね、雁之助と思わしき乱入があったんですが、試合は何か、誰よな、でも確かに雁之助、おそらく、本田さんファイヤーサンダーやりましたからね。でも本田さんは引退して、しかしあの動きをするのは他にいないと思うんですが、それはちょっと分かんない、何が一体。黒田も助けに来たのか金村が助けに来たのかよく分かんないよ。分かんないですね。いやちょっとね、何とか何やったの。うわしかしこれ何を組んでるんですか、これピラミッド、椅子のピラミッドを組んでいる。黒田がね、ちょっとね、フラフラしてるように見えるんですけど、今。いや、もちろんこれだけの流血してたらね、出血多量で、これ、目も見えてないじゃないですか。貧血ですしね、おそらくもう朦朧としてますよ。うわー、何すんだ、何すんだ、やめてくれ、うわー、椅子のピラミッドの中に、さあ、カバー、あー、もう返さなくてもいいという悲鳴とともに。しかし、カウント 2.8。 え、なんでですか。いやもうこれ以上戦ってほしくない。これだけのひどい流血はもう、どうしてんだから。あ素直に寝なきゃダメだよ、スリーカウントで。いやでもね、それやっぱりレスラーの闘争だ。これはもうね、頭が下がる、やっぱね、重いですよ。斉藤さんどうですか、最低男じゃないでしょ。いやもう全くそんなね、いやこれもスクロダ最高ですよ、ね、逆さ押さえ込み、まだ返すか。見えないよな、プロレスラーの闘争本能、どこまでも奥が深い。うわーし、これはこれはこれはもうクロダ返さなくていい、これ大丈夫、もうクロダやめてほしい。これ攻めの方も嫌なんだよ、もうこれはもうこうなってんのも攻めんのも、クロダもうこれは
限界だ。いやこれ以上戦わなくてもいい。嫌がらせだこれはもう。ああ黒田すごい。うわ負けてたまるか。負けられないのか黒田哲美の。いやもちろんそれは。負けてたまるかこれは自らの背中を打ちつける。もうほぼ自爆にも近い玉砕の。うわームーンさん斜め式ブレンバスターはカウント 2.9。 頭がもうフラフラして動けない。なんという凄惨な試合か。しかし闘争本能魂はこの黒田は気がダメ。決まったよこれは。完全に入った。もうタップしていい。もう諦めてもいいぞ黒田。頼む、ね、これ以上戦い続けるのか。うわあの、ね、これだけあのリーダーひでめやっててもあのサメも手出さないよ今日。いや今ロープ引っ張ったよあの野郎。いやでもねもうここまで来たらそれぐらいのことはという気もするんですが。ああうわあジャーマンです。うわさあおお椅子を渡してラリアット顔面。うわあ金村大の女王。うカウント2カウント2金村金村。あでもねちょっと黒田の流血やや収まったのも見えますけれども。いやいやそうですか。ああでもすごい。いやてっちゃんバスターウィズイスいったー完璧にヒット 100%。 これはすごい。負けられない黒田哲也が地獄の底から這い上がっての勝利。あのね負けてたかったってコーナーで言った時の黒田の顔、ね、いやレスラーの闘争本能あるいは勝利に対する執念これほどまでにこれほどまでに凄まじい執念を見たのは私は初めてかもしれない。いやー驚きました。男黒だ最高黒だ。これを見てもう最低と言えるものが誰一人いるでしょうか。おう冬木次のチャンピオンシップ逃げんなよこら。おう本当はよグダグダ文句言ってんだけどよこの頭だからよもう病院行かないといけないんだよこの野郎。ああ最後に一言俺はプロだ。どうもみんなのためにやってやるぜ。限界ですよ。おそらくね、あの声を張り上げるだけで流血ひどくなるんで、もうこのまますぐに病院に行ってですね、大事に至らないようにしていただきたいんですけれども。いやでも、まあ本当に最高。